夢見る少女じゃいられないっていう曲を、小田哲郎が YouTube で上げている音源を大体コピーしてみましたということで、まあこれもリクエストをいただいたんでやっていきます。まず頭が頭あれ普通にコードで C シャープマイナーで A E で B、っていうことで入って、で2回目にこれ、まず C シャープマイナーの5弦4と4弦の6、これを2回やって、で5弦の4677 467かで、A のパワーコードの5弦の7と6弦の5やね。まずで、これは半音下げて、で、ここから6弦の57、5弦の46、で、E のパワーコード2回、で、3回目 E のパワーコード、あるいは5弦の7だけ鳴らして、6弦の457、まあ45といって7はそのまんま B のパワーコードね。わかりましたでしょうか。ゆっくりいくと、こんな感じです。これも次に今度は A メロ。A メロはずっとまず C シャープマイナー。4小節やね。タラダラダラダラタラララやね。これで B。B の時にこうアクセントをつけるというか。こうアクセントをつける感じで。これでまた C シャープマイナーの時に今度はこのパワーコードの5弦の4と6弦4弦の6、3弦6ぐらいを押さえてて、これをこの3弦と4弦を離すっていうか、離して4にする。で、このリフが、これが6弦の2、3、4、5弦の2と6弦4で、4弦の2、1、で、また C シャンマイナーで、今度はこれを4小節で、また B で、で B メロになって A やね、まず。で次 E なんですけど、 E に行くときにつなぎのベースフレーズというか、まあ A も E もローコードなんですけど、 A で5弦の024で4弦の1、これで E や。これで B で、で C シャープマイナー、ここで、
またつなぎのフレーズが入って、これが5弦の7、6、4で6弦の7 これで A で、この次 D で D のパワーコードいって、ここでこの D のこのハイコードの6弦ルートのあたりの3弦の11へスライドして、1弦2弦の10で、もう一回3弦の11で1弦2弦の10みたいな感じで、で A フラットのパワーコード、ダン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 やつやね。でまた頭でやった、頭でやったのは、ここまでやりましたけど、この次に今度はこの6弦の7、4、5弦の7、6、これを入れてまた同じように繰り返して、でこれ、単音でやるっていうよりはちょっとこうたまにパワーコードを入れるみたいな感じで、意外にこの意外に弾きにくいところもあるんですけど、まあなんとか自分でパターンを作ってやっていくといいと思います。僕の場合はどう、まずこの C シャープマイナーからで A、まあ、この辺は簡単にいきますね。で、E へ行った後にこっちへ戻るの結構難しいですけど、人差し指で E の5弦の7を押さえてて、これがさっと6弦の4、5へ行く。でこっからこの B に行ってから次の、これも難しいんですけど、まあこれはもうこのまんま B の頭、6弦の7を押さえている人差し指をそのままパッと4へ行く感じで、これで小指とか薬指でこの5弦の7、6を弾くとか、まあちょっといろいろ考えながらやっていくといいと思います。これでまず A で、これで B、 この次に人差し指で2弦3弦の4をバレーして、でここで2弦が5、3弦は6を押さえます。これで離します。これでもう一回押さえる。これで2回弾いて、で また離す。でまた押さえる。でその次に4弦の6を押さえて、6を鳴らしてまた3弦2弦の4で、3弦の、6と4弦の5を押さえる。これをまあタラララという、こういう感じでチャッチャラって、まあストロークをやってるような感じで弾くという感じです。で、またタラ、本物はこの次のコードを A と B は今度はローコードと
5弦ルートの B でやってました。これで C シャンマイナーで終わり。でギターソロが。まず2弦の14やスライドして1弦16で2弦の14、これを2回で、2弦の14、16、17で17で、ちょっと待って、17できたら今度17、16、17、16、こういうやつやね。3弦18、2弦の16、3弦16で、こっから18へハンマリングで、もう一回16で、今度は16、14、4弦の18、16で、またでやって、2弦の14、16、17でで、17、16、17、1弦16、1弦の14、16、14、ハンマリング、プリングで、2弦の17で16。感じですかね。あとはまあタララ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 ラチャラタラタララタラ、ここからまあこの部分が6弦の74、5弦の76で C シャンマイナーで、またタンダラダラララで、 B から入ってまたずっと繰り返していくっていう感じで、そういうことで、まあ大体なんとなくわかると思います。以上になります。